ハイラム・ウォレン・ジョンソンは、アメリカの共和党員の政治家。第23代カリフォルニア州知事、連邦上院議員。医者のイエヌ・ジョン・ランドルフ・ヘインズらと共に、イエヌ・リンカーン、ローズベルトリーグを設立して、汚職撲滅としての、反、サザンパシフィック鉄道など、進歩的な政策を行い、カリフォルニア州憲法を改正して、州レベルで発案、国民投票。 国民会食など、直接民主主義の制度を実現させた。革新主義者の代表格で、1912年には、新ポトを結成。同等の1912年、アメリカ合衆国大統領選挙候補者、セオドア・ルーズベルトの副大統領被指名者。ジャパニーズ・イクスクロージアン・リーグ、アジア排斥同盟と EN、カリフォルニア・ジョイント・イミグレーション・コミッティーを設立した。 反日課のジャーナリスト EN、バランタンス・マクラチラと共に、カリフォルニア州知事として、カリフォルニア州外国人都地方、上院議員として、反日移民法の制定に協力した。1932年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補のフランクリン・ルーズベルトを支援した。有名な言葉として、The First Casualty When w a l comes with Truth, がある。 ありがとうございます。